友達と遊びます。そして本を読んだりします。テレビを見ます。なるほどです。はい、介護の仕事をしていて、はい、嬉しい時はどういう時ですか？そう、分かりません。まだお仕事はされてない。はい、まだ勉強だけ。はい、勉強だけ。お年寄りと接するのは楽しいですか？はい、楽しいです。おじいちゃんおばあちゃん一緒に住んでますか？いえ、一緒に住んでます。住んでない。はい。お年寄りと、接するときにどういったところを気をつけますか？はい、気をつけます。昔話、遊ぶのこと、アナログです。わかりました。今、バンクーバーでもコロナウイルスが流行っていると思いますけれども、はい、コロナウイルスにかからないために気をつけていることを教えてください。はい、マスクをかけます。洗剤をつけて手を洗います。ソーシャルディスタンスをメンテナンスします。アナログです。そして仕事がないとき、自分の家でするのはいいです。と思います。あ、はい、すいません。はい、はい、辻戸さん、どんな性格ですか？教えてください。あ、はい、わかりました。あっ、されてほしい人聞き取れるのか。されてくだね、これされてくだね、これ。あ、私は、いい人とは思います。はい、大丈夫です。はい、それも大丈夫。真面目かな。はい、はい、真面目です。いえ、あまりない。あまりしてない。はいはい。じゃあ、休みの日に何してますか？休みは、布を着けていて、ビデオを見たり、友達と話したり、本を読んだりします。芝居をしたいです。芝居をしたい。合格まで確かに演劇、いえ、演劇はい、いえ、そうです。初期じゃない。
すみません、挟んでもいいですか？どうぞ、お願いします。はい、さっきの彼の発言は芝居じゃなくて、多分商売だと思います。商売。はい、本当にすみません、商売です。みや、でも硬いでしょ、これ。ご主人の牛野さん、今日はありがとうございました。硬いでしょ。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。これから日本の病院で介護の仕事を働きたいです。趣味を物を読むことです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。